開けてくださいって英語でなんて言うの？なんか難しいかって。Open please. あ、そう。Open please. Yes. ほんとのもうネイティブな、ネイティブな、あー教えてもらいたいな、うん、ブラックの発音が超難しくて意外と、うん、私何回も言ってるけど、うんみたいな全然違うんだ全然違う、あイントネーションがね、あちょっと違うんだよね、あやっぱ手も意外とカタカナ英語だからさ、うん、癖ついてるっていうか言い方がね、あ言い方がね、ずっと毎日のように聞いてないと、でもいいよね、絵描きながら英語でね、ほんと最強だよ、最強、私がお金払って教えてもらってるけど、本当だよね、うん、英語のレッスンしてほしい、してほしい、でもね、ステイホームしたいな、うん、2年ぐらいで習得したい、そうだね、喋るのは、結構早いかもしれないけど、うん、分かんないけど読み書きは ね難しそうだよね、日本語ですら間違いないんですよ確かに脱字今日は2回目、うん、2回目のレッスン、はい、楽しみだね、楽しみ、まだね2回目だから色が本当スタンダードな色しか準備してないんだけど、基本的な色、基本とりあえず基本があって、うん、さ混ぜたら何色になるかなとか、うん、あとねその絵の具の感触、うん、あの水彩絵の具とはちょっと違うから、うん、硬さとかね、そう油だもんね、そう油でね、いや油溶かして保湿感とか、うん、もうこのまま使うんだったらちょっと重い感じだし、うん、これで薄めればこう伸びたりね、うん、薄い水彩に近い、あそう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 、このオイルバージョン、うん、面白いんだよこの水彩には出せない、うん、質感が、うん、接合式でしっかりこう色が出るし、うん、なんか変に伸びたりしないっていうか、うん、なんか重みが出るもんね、そう油の方が、そうなんだよね、でコツとかは特にそんなないけど、うん、なんか掴んじゃえばみたいな、うん、重いところはね重く乗せて、うん、こう頭にスッと入ってくるから、うん、デザインがそうデザインが来て気持ちに乗っかって、うん、そのままこうアウトプットしたいな、旦那さんにも会いたいって言っててそうなんですよ、あのレストランちょっと食べに行かせていただきたくて、お母さんも結構アクティブな方ですよね、うん、そうすごいですよね、うわぁ、まだ痛い、本当に、うん、ね、英語喋れないとダメですよね、これからきっとね、だからもうさ、私もさ、狭いじゃん、狭くなっちゃう、喋らないだけで、そうですよね、すごい、絶対ちょっとでもね、はい、広い世界を見せてあげたいなと思っちゃう、そうですね、でも本当パパさんとか
ミサさんも猫お友達の方とか猫を聞くだけでもすごい違うな、うん、まだ難しかったよ。あ、なるほど。プレイス Yes。 あー勉強になる。本当レッスンで私以外やるのもなんか本当だよね。もう本当パパさんにレッスン受けたいな。本当だよね。はい、なんだっけな、違うフランス語だ、フランス語教えてあげるとか。本当ですか。でもボニーってねフランス語だもんね。そうですね。そうなんですよ。パパさんレッスンしてくださいね。普通に普通にもうちょっとフランス語と英語とちゃんと教わりたいんですよね。あね、教わりたい。なんか誰だったかな、はい、例えばさ、はい、そういう何飲食店とかでさ、はい、軽く小一時間教えてくれるっていう人もいたんだよね。ほら、かっこいい。ボジュボジュ。でもザイラの友達も本当みんな英語喋る人もいっぱいいるからさ、そうでやっぱ基礎の日本語通じる人がいるから、はい、あ、本当ですか。皆さんすごいですよ。お友達の方なんですよ。こっちで知り合ったお友達の方なんですよ。うん、そう。そう。まあ、やっぱさ、そこら辺軽いよね、なんか待つの。ああ。1回だけでも、こう、うん、おいでよったら来るしさ。なんか日本人でさ、そこで遠慮しちゃうよね。そうだけど、そういうんじゃないんだよ。やっぱ、すごい。いいなぁ。そう。そういうお話聞けたら、超綺麗。めっちゃ綺麗。すごいね。クジャンがハック、どうした？そうくん、そうくん、なんかちょっとラテンな感じだよ。すごい、めっちゃ、いくない？あー、すごい、いいし、すごい、さっきも早いじゃん。え、なんか、すごい綺麗。早いじゃん。なんか、ちょっと、すごい素敵。すごいね、パパの国旗の色が、ほら、グリーンと赤と黄色。なんか喜ぶかも、これ。ねえ。見せたい。見せよ。そうだね。今日すごく早かった。ね、ちょっと写真撮ってもいいですか。どうしかお片付けしてるちゃんと、すごいね。わー、ガラミンピンチまだまだだったのにね。ね、でもやっぱ一回コツ掴んだのかもしれないですね。かな。え、こっちも綺麗だね。こっちも綺麗。何色が好きって英語でなんて言う。あ、おわーすごい。すごい、リサさんすごい、すごい。マスカルで。すごい。素晴らしい。お写真撮ってもいいですか？恥ずかしいですよね。ね、ちょっとね、なんか思いっきりできなかったかな。すごいこれ。めっちゃ綺麗。めっちゃパパに喜ぶ。ね、あ、触っちゃった。じゃあちょっと筆で直してみる。できるかも。こういう時は直してもいいし、なんかそれも可愛い。うん、手で模様模様つけてもいい。頑張ったんだって。おおおお、面白いぞ。またくるくるちゃう。またくるくるそう、そこからだよね。あ、すごい。面白いぞ。本当面白いですよね。この発想めっちゃ綺麗。見て見て、すごい綺麗。やはー、好き好き。すごい、もう他だね。すごいすごいすごい。お、綺麗。下の色が出てくるね。お、お、ちょっと綺麗。わー、綺麗。いいね。綺麗だね。いいね、いいね。素晴らしい。何？
すごいね、左手でも描くんだね。普段お手右手ですか？そう、右手がいいかな。すごい、よく使うんだね。すごい、すごい、手が楽しいよね。すごい、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 面白い。よし、よし、よし、やるぞかな。すごいすごい。あ、一緒にやるって聞いたらね、うんって言ってくれた。ああ、そう。嬉しいと思うんだけどね。すごいね。すごい。頑張ったショット。本当だよね。うん。こんだけね、楽しんでくれたんだよね。うん。素敵。もうアートは汚れてなんぼだから。そうだね。次回。次回。うん。聞いて。うん。まあ、2月25日の2月25日の午後、はい、第3回3回またちょっと変わるのかな、内容が。今度はね、絵の具のちょっと色をね、鮮やかなビビットみたいなね、うん、ちょっとチェンジしたらどうなるか、うん、ね、試してもらいたいなと思ってます。はい、いや、こんな感じで週1回かな。2週間に1回ぐらいかな、うん、今のところ、うん、アートレッスンもうね、やってますね。はい、まあ、まだね、ちょっとコロナの関係で一組ずつ、うん、そうね、そう、まあ、それが落ち着けば、うんうん、また何組か同時に。そうだね、みんなでワイワイ、うん、ワイワイしながらやっていこうと思ってます、うん、はい、はい、いい、またつながりができた、うん、一日でしたね。楽しかった、はい、じゃあ、はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ、グッバイグッバイにならえばよかったね。あ、本当だね、最後、ね、最後英語も頑張ろう、英語も頑張ろう、はい。Oh.